こんにちは、アクティブシンチャンネルのシンです。今日から2泊3日の一人旅、知床へのキャンプ旅に出発します。高速で遠軽町まで一気に、途中で砂川サービスエリアで休憩しながら知床まで走ります。時間にして5時間30分、387キロになる。今日はウトロのホテル北こぶし知床に泊まります。今回の旅グルメ北海道は、1泊目はホテルに、2泊目は直接知床野営場でソロキャンプ。去年に引き続き知床の旅を楽しみたいと思います。
いや、美味しそうです。北海道をドライブしながら、絶景に美味しいグルメを紹介しています。楽しんでいただけたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。